バイヤー。今回はですね、はい、バイヤーチャンネル24に出演している人たちの昔、うん、昔ね、若い頃振り返るみたいな、うん、ミニコーナー、ミニコーナー始めました。ミカリタンとか、うん、まあ、他ですね、動画に出てくれてる皆さんの子供の頃を見てね、あのなんだろう、ほっこりしたりびっくりしたりする企画なんですよ、うん、まあ、年末年始にね、ちょっと皆さんにですね、そうそう、ゆるい感じでまったり楽しんでいただければなと思っております、うん、そして第1回はですね、1回は私バイヤーの、あー気になる、若かりし頃を振り返るというところでよろしいですか。いいですね。一回ほらパスポートの時にね、あったあったあった、学生時代かな。ただ今回は小学校に入る前から、やばいやばい、でちょっと飛んで中学校高校で、バックパッカーになるところまで。あ、マジで、うん、じゃあ壁キックしてる時代のとかあるんですか。壁キックはね、あ、ないけども、その時代はある。 あるある、うん、で、バックパッカーになったところはね、もしね、評判が良ければバックパッカー編でやりましょうかね。うん、マジっすか、はい、あ、いいね。バックパッカー編も持ってこようと思ったら写真が多すぎて、はい、ちなみにですが、私生まれたのは1983年、東京のですね、郊外の方ですね、西の方で、立て家の長男として生まれました。はい、ちなみにですね、ちなみにですが、宇多田ヒカルさんとかと同い年、同級生かなぐらいですよ、ほとんど同じ。でございます。はい、あとあれですよ、ファミコンとかが世に出た年とほとんど同じとか、っていう世代の人間でございます。じゃあ1枚目からいきましょうね。いきましょう。子どもの頃です。いきますよ、せーの、バイヤー、これ、嘘、これ僕です。違うでしょ。いや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 、ちょっとこれあかんで。僕ですよ、これ。マジですか。うん、なんかめっちゃ可愛い、うん、すごいね、なんかめっちゃ可愛いって質問だよね。昔からカメラが大好きだったというね、そういう少年でございました。今度こちらってくださいよ。いや、面影はなくはないけど、うん、ただ可愛すぎる、可愛すぎる。昔はね、こんなんでした。あ、こうなるんだ、こうなっちゃった。あれ、めっちゃ可愛い。美少年フラグだよね、どっちかっていうと、うん、どっちかっていうと。まあでもね、ここから見ていくとね、あ、なんでこの子がこうなっちゃったのかっていうのは分かる。そういう流れが分かる構成になってますよ。この子はでも本当にね、性格も素直でいい子で、住んでたのがね、東京だけど山の中だったんですよ。はいはいはい、なんで野山をね、元気に遊んでる子だったそうです。へー。が、まあ、そこでこの次が、中学校ぐらいかな、飛んで中学校ぐらいだと思うんですが、その時もまあこんな感じ。ちょっと成長しすぎてる、ぽくなってきてる、ぽくなってる。これはね、今に近いね、ノリがね。もうなんか、テンパですか。あ、超テンパ、超テンパ。僕今短いからあんま分かんないけど、コメントがくるんくるんってしてますよ。これは制服とかじゃなくて普通に白パン履いてる。なんかね、うん、そうそう、白パン履いてるね。遠足の時とかだよ。学校自体は爪入りの学校でしたよ。足どうなってんすか、これ。よくわかんないよね、なんかね、どうなってんのかね、いろいろ不安になるけど。へー。ちなみになんか小学校の頃にやたらこう目つぶりしてる写真ばっかで、故に持ってこなかったんですけど、そうなんですか。すごいね、大概の写真が何か小学校の時もこうなってるんですよ。謎で、遠足行っても教室で撮ってもこうなってて、何があったのかわかんないんだけど。これやめてみたいな、かな、恥ずかしかったのかな。はいはい、中学校の頃でございます、はい、あ、次行こうか。これも、ね、中学校の頃ですけども、やってることは同じですよ。もう立ち位置がおかしいよね。もうバイヤーしてますよね。バイヤーしてますね。ちなみにこれは何も危険ではなくですね、高いところにいるように見えますが、この下は僕はなんかこの下30センチぐらいのちゃんと地面がありますからね。真似はしないでほしいですが、危なくはないですよ。なんかでもすごい、なんだろう、80年代臭がするよ。する、うん、ね。何なんだろう、すごい、ね、この舘さんと私って4つぐらい違うんですよね、多分。中高だと被らないみたいな。そうですよね。いたな、こんな人。いたな、いたな。次どうなんだろうな。怖くなってきた。大丈夫かな。あ、いた。やってるね。マトリックスっていう映画がね、あったじゃないですか。そう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 。あれでしょ。わかった。なんかクラスの集合写真とか撮ったら一番前でこうやって寝て撮るタイプの人でしょ。あ。いや、意外とね、なんかちょっとお調子者みたいな。あ、意外となんかね、
場所場所では真面目ですよ。本当ですか、うん、なんかもう一番前でこう寝そべって撮るタイプの感じかなと思って。あーまあそうかな、なんかね、いやでもそこまでではないかも。そうなんですか、ね、うん、一人で勝手になんかやってるみたいな隅の方でやってるタイプ。そう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 そっちそっち、よく見たら後ろの方で寝て撮ってましたみたいな。そうそう、気づくとなんか勝手にやってたみたいな、そういう感じだね。それ今と変わらないじゃん確かにそうだね、確かに、ね、うわーすごいな。ちなみにね、これあのマトリックスっていうのはね、キアヌ・リーブスってあの主人公のネオがね、うん、あの飛んでくる球をこうやって避けるっていうね、まあ、SF のね超名作ですけど、イナバウアーですね。あ、そうそう、今でいうところね、それをねやってて割と再現率高いんですよ。なかなかこんな曲がんないですからね。北海道に修学旅行に行った時の写真です。ですね、これが高校の時ですね。でね、あ、そう、次がねこれちょっとやっちゃうなとかっていう。Are you listening? Damn. どうしたってさこれはちょっと雰囲気違いますよね。染めてみたっていう。これ出していいの？出していいでしょ大丈夫大丈夫大丈夫。これいくつ？何歳ぐらい？これ二十歳前後じゃないかな。スーパーサイヤ人になりたかったんですか？そう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 。これどこ見ましたか？うん、確かに。今となってよくわからないよね。カメラなんていらねえよぐらいでしょ。そうだね。でもこれ置いた？置いた時代。あ、そうそう、これ置いたにいた頃。うわー、みんなドン引き。これで温泉入ってたんだ。これで温泉入ってて、これであったかいなつって、あのあれですよ、見た目はこうでも中身は同じですから、あのそう基本緩い感じ。なんか別にね、これで悪いことしてたわけじゃなくて、ちゃんと眉毛まで染めてる。そう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 。うわ、楽しくこれで温泉に使っておりました。すごいな。あの温泉で色が抜けただけじゃないですよ、うん、うん、もちろんもちろん、うん、分かるよね。分かる分かるね、大丈夫ですね。これ大学、大学、なんか中学の時よりむしろ若い感じかな。なんかそんな気がする。そうですかね。つけてましたなんかね、この後ね、あの灰色っぽくしたりとかね、あの銅の色、赤茶っぽくしたりとかいろいろ試してましたね。へえ、すごいな。いや面白い、ね、意外なもんですよ、うん、もうだって自撮りしてますもんねこれ。そう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 。何したかったらやんちゃな感じでしょみたいな。そうそう、染めた記念に撮ったんだね、自分でね。で、成人式の時の写真が次ドンあ、でもなんかちょっと反り込み入ってるあ、そう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 、うわ、いろいろ変わるよね、落差が激しくて。自分でもこの辺りからなんか不安になってくるんですよ。何があったんだろうみたいな。そうだよねおこの波すごい。髪型を変えるきっかけは、いや、なんか面白そうだからやってみようかなぐらいの感じ。深い意味はないっすよ。へー、なんかいじりたかったんでしょうね。しかも、あ、ちょっと意外かもしれないけど、これくらいの時代って割とね、今の2014年現代よりもあの、ね、金髪茶髪多かった。あ、うん、もっと多かった。もっとね、みんなやってたよ。あのドラッグストアとかで、あ、それも今でもあるけど、うん、ドラッグストアでなんかあのなんていうの、ブリッジっていうのかな、うん、脱色剤とかを、ね、買ってきて自分でやってたんですよ、うん、なんかだからなんていうのかな、そうですね、なんかおしゃれになりたかったとかかっこよくなりたかったっていうか、なんかあのやってみた系のあの一部みたいな、はいはいはい、ただそのアップロード性とかなかったから勝手にやって勝手に終わってたみたいな、うん、反り込み入れてみたとか、はいはい、金髪にしてみたみたいな、マトリックスやってみたとか、うん、そういう人生ですよね。まあ、でも髪型変えるとちゃんと服装のそれっぽいものになってるんだ。そう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 雰囲気合わせてるんですよなんかそこはちゃんとしてるんだで、からのあれですね、無人島行ってみたっていうのがあって中学生の時やん、これ顔戻ったね、戻ったね。でもこれは大学の時ですよあ、金髪と成人式ぶっ飛んで時系列合ってるよ、ちゃんと。で、髪型変えると戻るんで、結局はこんな感じだよ。面白い。すごいな、無人島行ったんですか。そうそう、これは、大分にね、ある無人島で、あの合宿のね、先生がねあの無人島行かないみたいな話を、あの冬休み誘ってくれて行ったんですよ。いい顔してますよね、悟ってるよね、なんか。そう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 、いろいろやっぱワイルドでしょ、無人島で過ごしてるからワイルドなんだよ、雰囲気が。行けないですね
ちなみにこの僕の、なんだろう、写真向かって右側にこんもりしてるじゃないですか。してますね。これあの家なんですよ。へえ。あの草木を集めて、あの寝床みたいなのを作ってるんですね。すごい。めっちゃ面白い。これであの風をしのいで、うん、本人はこれで雨もしのげるつもりだったんですけどなんかふらって、はい、ついてそうですもん、うん、基地作りましたみたいな。そう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 、そんな感じ秘密基地作ってみましたっていう時代ですね。なんか3年ぐらいも無人島で生活もうなんかベテランみたいなベテランのなんか第一村人発見みたいな感じもう住んでるみたいな感じですね。でこんなことを経てですね、バックパッカーになったよという時があって、うん、これですね、旅人時代、多分インドネシアか、マレーシアですね、もっと、ね、その前、長く旅に出る前、ですで、あのね、上に書いてある看板は、ね、これ赤道なんですよ。赤道の下で記念撮影をしたっていう。で、まあ、ここから旅をしての、まあ就職活動をして、週刊スキーに入って雑誌を作りの村井さんに出会って、まあちょっといろいろあって会社を、変わって今アップバンクにいるみたいな、すごい、そんなバイヤーのアップバンクに入る前のストーリーでございました。面白いですね。面白かったねえ、ちょっと意外な流れでしたね間が飛びましたね、大学時代がそうなんて抜けて、うん、ちっちゃい頃から中学時代も見たいよ、うん、見たい見たい、うん、超見たい。目つぶってるやつだけど、うん、で確かにバックパッカー時代もすごいみたいな、うん、いろんな世界もありましたみたいな。バックパッカー時代はね、ネタの宝庫ですね。見たい見たい。ちょっとじゃあそれもまた別でね、やりましょうかね、うん、はい、というわけで、振り返り次回ですね、はい、ミカリタンかな、ちょっと他のメンバーになるかもしれないですけど、うん、分かんないですけど、ね、いろいろ振り返りやっていきたいと思います、はい、ちょっと探していきます。ぜひ皆さんご期待ください。バイヤー、バイヤー、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルはアップバンクのグッズ紹介やバイヤーの体を張った企画などを、はい、紹介しているチャンネルです。はい、はい、皆さんよろしければ PC の方はこちらのチャンネル登録ボタンで登録をお願いします。はい、はい、スマホから見られている方はこちらの概要欄の方から登録お願いいたします。はい、あとはですね、高評価のいいねなど、はい、皆さんのいいねをお待ちしております。コメントもお願いします。お願いします。せーの、ファイヤー。